石の花は、ソ連の作曲家、セルゲイ・プロコフィエフが作曲したバレエ音楽である。脚本は、当時の妻、ミラメンデルソンによるもので、バジョーフの編集したウラル地方の民話集、クジャクセキの小箱に収められていた、民話、石の花に基づく。バレエ音楽からプロコフィエフ自身によって、演奏会洋組曲も作られている。作曲当時、プロコフィエフは、 ジダーノフ批判によって苦しい状況に陥っていた。その上、病の悪化により医者から1日30分にまで作曲の時間を減らされたが、驚異的な速さで曲を完成させた。友人のミアスコフスキーの1949年8月27日の日記には PR はひどく悪い。なのに彼は石の花を描いた。巨大な実に見事な音楽と書かれている。 激しいドラマが展開するロメオとジュリエット、穏やかで古典的な雰囲気を持ったシンデレラに続き、物語や音楽のスケールは再び拡大し、リムスキー・コルサコフ、ボロディン、ムソルグスキーなどの伝統に根ざした民族色の強い国民的バレエとして作曲されている。バレエはすぐにモスクワのボリショイ劇場で初演される予定だったが放置され、 実際に上演されたのは作曲者の死後となった。上演に備えた改訂は作曲家の死の日まで行われていた。作曲者の死の翌年、1954年2月12日、モスクワのボリショイ劇場でファイエルの揮により初演。当初は不評で、1957年に行われたキーロフ劇場での上演によって評価されるようになった。1951年完成。 1951年12月12日、モスクワでサモスードの式により初演。恋の歌女友達の踊り娘たちの踊り結婚結婚の歌1951年、完成。1951年11月18日、モスクワでサモスードの式により初演。女装ジプシーの踊りセベリアンの踊りジプシーの独部全体の踊り1951年、完成。 草案のみ、ありがとうございます。